はい、こんにちは。今回もよろしくお願いします。今日は2023年9月21日木曜日午前8時8分です。今日は早い時間からゲームやってます。というのもね、今日ね、忙しいので、ゲームする時間がないかなと思ってね、朝、今の時間帯ゲームやっているところでございます。よろしくお願い申し上げます。もうすぐでね、グランドマスター5に上がれそうな勢いでございます。王手ね、レジェンドに王手がかかりそうですね。楽しみながらプレイしていきましょう。昨日はね、プロ野球パ・リーグ、オリックス・バファローズ優勝しました。おめでとうございます。山本由伸投手、彼は岡山県出身なんだけど、高校が宮崎県都城市の都城高校なんで、昨日はね、パブリックビューイングが行われたようです。行こうかなと思ったんだけどね、夜はね、あまり出歩かないようにしてるんで、家で応援してました。最高か。さあ、どこに降りようかな。農園に行くか。農園まで引っ張ろう。2年連続ノーヒットノーランはすごいですよね。いやー、由伸投手は来年はアメリカメジャーリーグに行くんじゃないですか。ね、なんか1兆円とか言ってましたもんね。1兆円はすごいですよね。1兆円？ 1 億円？ 1 億円じゃないよね。なんか1兆円って言ったのかな、ネットニュースでは。もう本当かどうか分かりませんけど。今武器何持ってるんだ。よっしゃ、この付近か。とりあえずマーキングしていきましょう。よし。もう。Ship terminal is almost ready. あ、いいか。まだいいんだな。まだいいんだよ。The safe zone is collapsing. よし、まだいいね。
今日はね、毎週木曜日、弟が休みなんで、弟から昨日連絡があってね、LINE で、お昼飯食いに行こうと。弟は夜の代行運転の仕事やってるんで、あまり昼間ね、あちこち出歩かないんですよね。いつもね、1週間に1回は、お互い生きてますよっていうね、確認をしてから お昼ご飯を食べに行くようにしてます。まあ、両親も死んでもいないのでね、兄弟2人だけなんで、仲良く過ごしているところでございます。まあね、兄弟仲良くというけど、世界もね、仲良くやっていけないんでしょうかね。昨日国連の演説会があってね、岸田総理はもうどうでもいいんだけど、ゼレンスキー大統領がね、演説してましたけどね、まあ、ウクライナが負ければ、もう地球が終わってしまうみたいなこと、なんか言ってましたけどね、まあ、それはちょっと大げさかもしれませんけれど、まあ、平和ではないからね、本当、戦争が早く終わって、まあ、ウクライナの戦争が終わっても、世界ではね、他でも、紛争とか起きてますから。まあ、全ての紛争が全部終わるということもないかと思うんだけれど、まあ、不幸な人がいなくなるように僕らは努力しないといけないのかなと思いますよ。そのために何ができるのかと、まあ、BRICS の言ってる対話の話、ブラジルの大統領が言ってましたけれど、まあ、それ分かります。日本も協調外交、話し合い外交ってよく言われますけれど、それで動いてきてやってるんですけれどね、まあ、武器の供与だけでは、本当やっていけないのではないかなと思います。話し合い、協調外交というやつ、どこまで有効なのか。話し合いとか協調外交は武器には勝てないのかということですよね。僕はそんなことはないと思うんですよね。地道に活動していけば、実が結ぶということになるんじゃないかなと思うんだけどね。どうなんでしょうか。まあ、よく言われるのが、こういったゲームをする人は戦争が好きなんだろうという人いるけれど、ゲームと実際の戦争は違いますからね。だからそこをね、勘違いしてる人って結構多いんですよね。まあ中にはちょっと違う人もいるかもしれませんけど、ゲーム好きが戦争好きってわけではありません。私は平和主義者でございます。ゲームは気分転換にやってます。まあ、なんていうか、楽しみがないとね、やっていけないでしょう。ほら、車、よく言われるのが、車のハンドルにもちょっとした遊びがあるから安全に車を運転することができるってよく言われるじゃないですか。それと同じ、人生にもね、ちょっとした遊びがないと、まあ、ガチガチだったらね、よし、次どこだ、やっていけないじゃないですか。だけどね、リアルの戦争だけ悲しむ人が出てくるような事態を招くことだけはね、ほんと避けてほしいなと。宮崎にもね、ウクライナから避難してきたご家族がいらっしゃいますけれど、今日からかな、なんか絵画展が行われる、ウクライナの画家の方が家族で、よいしょっけ。
よし、オッケー。その画家の方のね、展覧会があって、その展覧会で売れた絵は全てお金ウクライナの方に、支援物資としてね、送っているようです。まあ、お金を送るんじゃなくて、集まったお金、絵が売れたお金で支援物資を購入して、それを、送ってる、届けていると。ついこの間8月にもね、ご家族の方が行かれたようですね。まあ、我々も何かそういった活動をやっていきたいですよね。The safe zone is collapsing. さあ、海を渡った方がいいのかな。ここで様子見ようか。よし。ニュービジョンシティあたりかな。泳ぐか。船はないよな。よし。一旦隠れようか。後ろ見るぞ。20位。お、3ポイント増えた。ありがとうございます。よし、第2戦行きましょう。よろしくお願いします。皆さん、朝の早い時間からゲームやってるんですね。私もそうなんですがね。まあ、世界とつながってるんでね、時間に関係ないと思いますもんね。よし、行こう。
さて、また農園に行こうか。ん？武器何持った？ああ、はいはいはい。よし。おい。ボタン型もね、反応しないんでしょうね。よし。原発方面か。よし。あ、違う、これでこっちだ。で、AK。Ship terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. いる？ボットだからね。
よし、行け行け。エアドロップ。エアドロップいったね。よし。もう何もないかな。さあ次どこだ。よし。エアドロップインカミング。おお、大丈夫か。よし、様子見よう。ほら、来た。よっしゃ。お。Airdrop incoming。さあ、次どこだろう。トップ10に入りたいな。なんか持ってるか？
おお、マンゴークラゲ。マンクラ。さあ、どこだ？また泳ぐのかな？泳ぐのか？ああ、こっちか。よし。もう来ないよな。いた。怒りのゴキブリ。ゴキブリ倒したよ。よし、トップ10に入ったぞ。順位を上げていきましょう。願わくばい図書取るぞ。こっちか。ああ、上にいたー。どんまいどんまい。
よし、あと少し頑張ろう。はい、ありがとうございます。よし、今日の第3戦この勝負で決めましょうか。よろしくお願いします。よしこー農園。よし。
airdrop incoming. Airdrop has been delivered. よし、原発。いつものとこに隠れようか。あそこは絶対はしごからボットは上がってこないからね。また渡るんかな、川を。これボット。Airdrop has been delivered. ん？何の音？もう一人いるな。丸々キャベツ。Airdrop incoming.
drop has been delivered. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. とりあえず隠れる。お、何やってる。はい、川から上がってやってくる人、こっち方面に来るかな。ボットは来るよね。ずっとね、隠れてるとね、ボットがね、早く動け動けという風に来るんだよね。ほら来た。そこに隠れるなって、動き回れ走り回れっていう感じかな。どこのゲームかな、キックアウトってあるんだよね。ずっと止まってるとね、動かないと。 PUBG かな、キックアウトは。あ、こっちに変わった。何なんだ、棺桶。Chip terminal is almost ready. Ah.無理のオウム。よし、トップ10入った。ありがとうございます。これでポイント稼げたよね。ワッチアップ。いいな、いいね。いいよ、いいよ。そばにいるんだよね、一人。動かない。
向こうにいるんだよね。隣の、あ、向こうにいた一人。山から売ってる。隣に一人いたような気がするけど。いるね、山の方に売ってるな。もう移動したかな。あ、いた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 。ドローン使えんな。ちょっとやばいな。いた、いた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 。向こうに移動したな。あ、いるよ。遅い。よし、オッケー。今日は決まったスナイパーが。よし、頭突撃あるのみ。下手っぴー。感染症か。あれ俺だよね。これ私。投げてるんだよね。投げ物。あ、いたいたいた。お疲れさんでございました。
はい、ということでグランドマスター5に上がることができました。ありがとうございます。今日はちょっと短いんですけど、この件で終わりにしようかな。よしよしさ、大手っていうかね、あと少しだな、レジェンドまで。このシーズンは結構長かったな。なんとかやっとレジェンドに上がれそうな気配でございます。はい、ということで今日もね、楽しくプレイすることができました。最後までご覧いただきありがとうございます。今回はこの辺で失礼します。ほんじゃまた。